はい、こんにちは、ギターの末松です。エレゴリです。ね、はい、とうとう皆様のおかげで、はい、グヤトンの ODU1 が、はい、そうですね。そして僕の動画としては初の1万再生を記録しました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、すごいね。このあのスピードがすごかったですね。すごかったね。いや、最初本当にね、1000超えて、うんうん、はなんか久しぶりに1000超えたなと思って喜んでたんだけど2000超え、3000超え、あまりの嬉しさにね、こうちょっと上がるたんびにFacebook で報告してたんだけど途中でちょっと気まずくなってきてそうそう、もうやめましたけど、報告の上がり続けるんだなと思ってもうそれはもう、でもそれぐらいね、嬉しかったです。本当にありがとうございました。それでもODU1 の方は、はい、もうとうとう、違う、発売日前から、はい、予定台数の3倍の注文が入り3倍増産したんですけども、はあ、4回目の増産を年内にこう余儀なくされ余儀なくされもうね、非常に忙しそうになってしまいましたでもこんなに受けると思わなかったね。ああ、そうですね。ちょっとほらクリーンめのオーバードライブじゃないですか。そうですね、うん、ちょっと正直ここまで受けるのかなって、まあ普通のオーバードライブが受けるんじゃないかなと思ったけど、うんうんうん、時代に合ったんですね。ああ、そうですね。非常に良かったなと思ってますうんね、本当にあのとうとうエネゴリから僕も買いまして買っちゃいましたあのデモ機は白なんですよ、ね、これヤフオクに出るとすぐ分かっちゃう出しません、出しませんけどねあの本当ね、あのいいオーバードライブなんで、はい、ぜひ使ってみてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。それではですね、まあ、ご報告のついでに今日は、今日はというかこれから何個かですね、はい、あのネタがないわけじゃないですよ、ネタがないわけじゃないんですけどあのまだ僕が YouTube をやってなかった頃に、はい、いろいろ関わり、ヒットした商品もありますんで、はい、それをねまた改めて今ちょっと少しね、うん、あの知らない人が増えてきたかなと思うのでちょっとご紹介できたらなと思って、はい、何回かちょっと動画を作りたいと思います、はい、それを多分使ってもらった方がギターライフが楽しくなるんじゃないかなと思うので、はい、あのぜひ使ってみてくださいね、はい、今日は、はい、バッファーをバッファーのお話をちょっとしたいと思います、はい、バッファーのことはちょっと知ってますか。まあなんかこう、まあ、僕ねあのいろいろ教えたからそうですね、うん、っていうところですけどもう最初のそのあのいろいろ教えてもらう前はただこうなんかインピーダンスを変えるらしいよとかなんかそのぐらいのなんか雑誌のこう鵜呑みにしたようなでもそもそもインピーダンスが変わって何になるのみたいなそもそもインピーダンス何っていうね、うんうん、そんなレベルでしたね、うん、今はどういう感じで思ってる。音で言うと、うんうん、いわゆるなんていうんですかね、そのうん安直ですけれどもなんかこう元気になるというか、うんうんうん、なるほどなるほど、でこう信号がなんかすごく強くなった感じがして、うんうん、なんかいわゆるギターとしての音がこうよりしっかりこう出てくれるっていうか、うんうんうん、とあと、まあ、よく、まあ、これもよく、まあ、雑誌とかでも言われてますけどこういわゆるノイズにちょっと強くなったりとか、うんうん、エフェクターに対してのっていうふうなちょっと認識ではいます。なるほどね。なんか雑誌とかでもよく書いてあるもんね。簡単に言うと簡単に僕から説明しますと、はい、いわゆるそのギターからシールドがありエフェクターがありを、アンプまでまあ、音の通り道というのが大きなこうホース管をね、うんうん、想像してもらえればあの水道のホースみたいな地上に埋まってるやつね、はい、そういうのをちょっとイメージしてもらうと分かるんですけども、うんうん、そこにね微弱な電気しかギターっていうのは送れないんですよ。あ、はい、こっからはもう本当に微弱な電気が通ってるだけで、うんうん、その大きなホースが埋まるほどじゃないのね。あ、本当にその中でもちょろちょろっと下を流れる程度の水たまりしかできないぐらいのこの電気なんですよ、うん、なので他の部分が空いてるからノイズがどんどん増えてくる。うーん、ノイズが入る余地があるって言った方がいいかな。ああ、はいはいはい、はい、そこでまあ9V の電源を入れ、うん、まあ極端な言い方で言うとウォータースライダーの入り出発点みたいに、うん、自分以外にもたくさんの水を送り込む装置
はいはいはい、でそれをバッファーというんですけども、うーん、その、少なかった水を増幅させることによって水道管を満たすことによってノイズが入る余地も少なくし、あ、流れも良くし、はいはい、最初のそのウォータースライドのジャーっていう水と同じで流れがいいもんだから、途中多少抵抗がこうあっても突破していってアンプに届くわけよ。だから温室劣化が少ないんだよね。ああ、なるほど。そう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 。ただしそのだから水の具合、入り口の具合、水のかけ方、水の質とかわかんないけど色とかわかんないけどそういうのが違うと這い上がりになったりとか、ろうがなくなったりとか、いろいろあるわけですよ。それはあとはもうだから技術者のセンスですよね。ああ、なるほど。そうそうそう。それはやっぱり僕が使いたいなと思った頃にはあまりいいものがなく、そう、もう這い上がりなものしかなく、要はエフェクターを通ってるうちにローが、あ、じゃない、灰が消えていくので、這い上がりにするようなものしかなかったんだけど、これはその一人ハテナというエフェクターをやっている一平君と出会うことでバッファーというのを聞きましたですね。それでバッファーバッファーバッファーが必要だってあちこちで、まあ、先輩ミュージシャン後輩ミュージシャンにもエフェクターの最初にはバッファーをつけなあかんよって言って回って流行ったんですよ。そうそうそう、もう自画自賛ですね。もう先駆者、先駆者、先駆者僕が広めだってちょっと言っちゃった。ちょっといやいや、でもね、本当にそれでいろんな人が共感してくれて、流行ってみんなが使い始めたので、その何ていうの、各メーカーからね、バッファーっていうのが発売されてよかったなと思っております。うん、それでまあちょっとそこまで出会うまでにね、いろんな名機と出会いましたんで、ちょっとかさささっと、はい、バッファーに出会うまでのこう道のりをちょっとお話ししたいと思いますが、はい、それ今さっきも言いましたけども、ハテナの一平君と出会う前にですね、スタジオミュージシャンの先輩からこのスパイスランドというのを聞きました。あ、まあ何かっていうのを言い出すとめちゃくちゃ長くなるんでもうそれはちょっと直接聞きに来てもらうしかないんだけど、まあ簡単に言うと、今で言った EP3 エコプレックス の、まあそのバッファー、ブースターとか、そうですね、まあ、チャーさんが使ってるコピーキャットのとか、要はちょっと元気にし、ちょっといい感じを与え、アンプに送り出す装置だと思ってもらったらいいですね。これなしではもう生きていけないような感じでお話を聞いたので、これも使う、もう実際買って、ああいいなと思ったんだけど、この人に会ってみたいなと思って、その一平君に会い、そうなんですね。そうなんですよ。それで、バフというのに出会い、バフを使い、はい、ただバフというちょっとまあこれは ODU1 ですけど、まあ、バフって、まあ、このぐらいの大きさはあるんですよね。これがね、ペダルボードに1個、その別に音が歪むわけでも揺らぐわけでもなく音が良くなると言われても、ちょっとこれがまあね、少ないこう土地の20坪しかないのに、ね、そうですね、そうそう、ちょっとこう1個だけこうなんかこう、そうそうそう、ポンってこうずっと、そうなんですよね初めての一戸建てそこにでかい犬小屋を建てるわけにはいかないじゃないですか。ちょっとどうにかなんないかなと思って、はいはい、何かのエフェクター、要は自分のエフェクターボードの一番最初に挿すものと、挿すものに挿す、エフェクター、あ、誰か何、一番最初は何、いつも使ってるの何、今僕ジャンクションボックス、あ、ジャンクションボックスだよね、ジャンクションボックスとか、はい、オーバードライブコンプとか、まあ、人それぞれだと思うんですけど、そこに、いいバッファーが入ってるのが一番じゃないかと思って、そうそう、土地問題もね解決するとね、いうことで、僕が考えたのがリュストルというコンプレッサーでした。これは今でも一緒にバンドやってた種田武さんってね、スタジオ界の、はい、まあもう素晴らしい、もうレジェンドになりましたね、ベーシストが、はい、ベースのプリアンプとして使ってくれてますけども、ボリュームも上がり、はい、肉付け、その音のこう太さも変えられ、自然なコンプがかかるようにちょっと作ってもらい、ハンバッカーでコンプかけるとちょっとうわー潰れすぎと思うんだけど、ハンバッカーでもストラトでも使えるような、コンプがかかるようなリュストルというの、僕のホームページにも詳しくね、販売までの経緯が載ってますけど、これに出会ってですね、はい、
これに出会ってとか、これは僕が販売して、うん、それ以来もうとにかくバッファーというのは、ていうかエフェクターというのは、うん、あ違うな、そもそもなんだけど、うん、エフェクターって繋いだだけでいい音するべきだと思ってるのね。あーなるほど、うん、つまみが多いのはもう悪というかもうあの好きにしてくださいみたいな、うん、そう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 つまみが多ければ多いほど音はやっぱり細くなるし、ああの接点が増える、違う、まあ、抵抗が増えるわけだから音も細くなるし、なんか何がしたかったのかあんまりわからないエフェクターもあるでしょ、やっぱりその どこが一番いい音なのか全然わからないみたいな、ああそのポイントがですね、はい、エフェクターの、あーでこれがあのこれに1個だと3個とか4個のつまみしかないけども、ね、10個も20個もある人たちにとっては何それの3倍とかだからさ、30、40のつまみをいじることになっちゃうね、そうするとトラブルの元だからやっぱりシンプルな方がいいと思ってて、プラスこうやってコンプなんだけど、あのバッファーが入っててとか、ベースのプリアンプにもなったりとかみたいな、あのレイヤー感、深み、音のそのこの機材の多様性という意味じゃなくて、オーバードライブになるとかディレイになるとかそういうことじゃなくて、一つなんだけど多様性があるような、あのエフェクターがいいと思ってるんですよ僕は。うん、そういうのをね、あのすごいこれももう一瞬でなくなりましたし、なんか多分このあの今出てる ODU1 っていうのが、CBU1 はそれがねすごくあの充実してますね、レイヤー感が。そうですね、このバッファーがアクティブスイッチでついてたんですよね。バッファーがアクティブスイッチで、あの切り替わり、このバッファー部分だけでブーストができ、エフェクターと関係なしに、オンオフ関係なしにブーストができるし、クリーンにもなればオーバードライブにもなる人がいる、ボリュームを上げるだけのだったり、ちょっと歪み感を足せたり、なんだったらアコギのいわゆるプッシュでやっぱり中域だけを分、あの原因を上げるとちょっと中域だけ上がってくるから、そう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 、あのアコギのソロを取りやすいようにしたりとか、はい、レイヤー感がすごいですよね、これレイヤー感がねもう多分大好きなんですよね。確かにこう一石二鳥感っていうか、そうですね、そうそう、なのでこれからもね、あまた次回もあのレイヤー感がある機材をちょっとご紹介したいと思いますけども、ぜひあのバッファー使ってない人がいましたらですね、あの僕もいろんなバッファーに関わってあの発売とか開発とかにお手伝いしてますから、まあ、ここではちょっとどこのメーカー運動もちょっと控えますけども、あのぜひ使ってみてください、はい、絶対音良くなるんで、うん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 、さあそれではちょっと音だけ聞いてもらおうかと思いますけども、はい、スパイスランドでですね、はい、まあどういう風にしなエフェクターかというと、まあ良くなるよっていう音が良くなるよっていうエフェクターですけども、まあ今の音はこんな音です。あのちょっともうダメなアンプをちょっとわざと演出してみました。ね、ライブハウスに行ったらおお、このアンプしかないのかよみたいな時あるじゃないですか、ね、そういう時にじゃあオンにしましょう。充実した音が出ます。ご機嫌サウンド。ご機嫌サウンドになるよね。いい感じにあのチューブ感を出してくれます。はい、じゃあ引き続き、次はリュストルを紹介しますね。はい、これももう お助け的なコンプでもありプリアンプでもあり、もういろんなレイヤー感がありますけども、はい、スパイスランドと同じような効果を得れるので、はい、今さっきのペシュペシュの音この。この音をやってみましょうね。はい、これをつなぐと、はい、ね、すごい安定した音になりますね。これも何にでも、もちろん今これわざとリアピックアップで弾いてるから、なんかフロントで。
すごく綺麗な音です。ああ、いいですね。ね、ぜひあのもう買えませんけど、もう買えませんけど、こういうのを開発しました。それではありがとうございました。本当にありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、お願いします。